ハロー YouTube ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、本日はですね、土日ダンジョンの一番難しい超級に、この始まったばかりの無課金アカウントで突撃してみようかなと思います。さっき上級やったら結構すんなり勝てました。まあ、まぐれのコンボとかもあるんですがね。でパーティーですけど、パーティーはね、今できる3色の最強はこれですね。悟空、ヤムチャ、火のオーガー、水のオーガー、そしてバステト、31バステトですね。これに、フレンドが大凶小凶使おうかなと思います。悟空も大凶小凶も3色プラスハートで、4倍かな、だから16倍で、できるんです。ただ、ボスのカーバンクル2匹出てくるんですけど、1体あたり HP が30万ちょいくらいあります。で、一発の攻撃力が9500から1万くらい。このパーティーだとフレンド入れても5000くらいなんで、一撃で両方倒さないと、ご愁傷様な感じになりますね。無理かな。まあ、ちょっとね、もしかしたら奇跡が起きるんじゃないかと思って突撃してみます。土日ダンジョン超級大凶小凶大凶小凶を使わせていただきます。はい、こちらのパーティーで突撃します。GO！これで勝ったらすごい経験値だろうね。うわ、倒せんのかなこれ。倒せんのかな。まあ、必ず3色とハートを入れなきゃいけないから、これだとちょっとハート入れないとまずい感じですね。まぐれに頼っちゃいかんのだ。OK、いきます。まあ、こんなとこかな。よし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 。土日だからできる技いけ。おお、うまくいけばやっぱりこれいけるかも。でカーバンクルとその一歩手前のサラマンダー、シーサーペント、ドラゴネット、中ボスみたいなのいるじゃないですか、9階に。そこも、ラストも全体攻撃使いたいんですよね。ヤムチャのスキルと31バステとか全体攻撃なんで、12ターンと12ターン。あ、じゃあスキル貯められるんだなこれ。ここら辺でオーガが45なんで、ちょっと、溜めながら。でもあんま余裕こけないから、2回ぐらいにしとこう。多い色で。多い色を消しつつ。じゃあまあ緑かな。よし！ここで倒しましょう。この赤からいこうかな。いきます。やべ、よし、やばい。あ、危ねえ危ねえ。ちなみにこのオーガの攻撃力が1万3500。即死じゃんこれ食らったら。やばい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 。ハート、青、赤、オッケー、いきます。ハート、青、赤、緑、オッケー、セーフ。あああー、ボスの時これくらい落ちてほしいですね。運試しもありですねこれ。よし。ただ土日ダンジョンのコインって本当にすごいですね。さっき上級でも5万枚ぐらいもらえたからね。もう完全金欠なんで、オッケー、このハートからいきます。よいしょ、オッケー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 。余裕だね。まあ多分9回からもうすでにちょっとピンチになってくると思うんで、このハートからいきます。よし、3456788、よし。ラッキーも入った。なんかちょっといける錯覚が起きてきてる。ここまでだといける錯覚が起きてきてるね。まだ5回、この辺もうじゃあガンガン進んでっちゃおう。いきまーす。ハート入れて OK4567891011。ああ、これくらいだね。11コンボ、10コンボぐらい来てほしいな。ただバトル9も3ターンくらいあるんですよ。でバトル10が2ターンしかないんですよね。で下手すると1ターンで出てくることが確かあったようなないような。よし、こっからいきます。よっよっ、オッケー。くっついちゃった、くっついちゃった。よし、一撃かな。ゴー。いいねー。はい、今がもうコインが11万も、もうコイン11万も溜まってる。7回、あと2回で来るね。悟空あと7ターン、ヤムチャあと4ターン、バステとも4ターン。なるほどね。これ容赦なくいかないと一発食らうと命取りですね。オッケー、この青からいきます。ピーよっ、あっと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 、オッケー。やべ、大丈夫かな。あ、ラッキー、スキル貯められるぞ。悟空のカメハメハ貯めたいからな。6ターンちょっと貯めましょう。ほっととととととと、よし。怖い、仮面怖い。仮面って1万くらい食らう感じだよね。9999 一発食らったら終わりです。ハートがちょっと怖いねこれ。よし、いきます。怖い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 、やべ、崩しちゃった。危ねえよし、セーフ。いけ。ああ、ドキドキするわこれ。8回、この次がもう一気に強いんで、大凶小凶は闇ドロップを光に、火ドロップを回復に、まあ使う必要ないですね。あと3ターンで悟空、最後までいけば悟空が使えますね。よし、行きまーす。ここから行きます。ダメブ。よし。4、5、6、7、8、9、10。よし。いよいよ、まず、第1の難関までたどり着きましたね、無事。このコインもらいてー。333。これは、いけるんじゃない？ヤムチャが、あ、これ取っといた方がいいから。じゃあ、31バステト使います。色あるよね。あるね。いきます。スプレッドキャッツ、発動。できるだけ分けて。この緑からいきます。よし！結構分けたぞ。よっしゃ！よっしゃ、ちょ！どうだ！みんな HP15 万前後。おお！いけるぞこれ、これいけるじゃん、いけるじゃん。ただこいつらは角が1ターンできた。右ロックオンします。1ターンできたよ。てか悟空溜まってね。よし、ヤムチャ使います。早期弾発動でし。この程度か。うわー、この1ターンで決まりますね、ほぼ。怖え。火がないな、これちょっと火を掴んでいこうか。1コンボしかできないな、そして。全体攻撃だから。この右上の火からいきます。いきます。はあはあはあ、よし、ああ、ダメかダメかダメだ全然ダメだくっそー、全然コンボいってなかったね、今。ただ半分以上食らったから、これちゃんと8コンボとかできてたら勝てるんだね、やっぱり。このタイミングで悟空溜まるっていうね。コンティニューしません。もったいないんで。ドラゴンボールガチャ引きたいからな。やっぱりそう甘くありませんでしたせっかくだからね、もう一回くらいリベンジしたいですね、これ。ご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、もしよろしければぜひ登録よろしくお願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方にあるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。その他、PC、タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちらに見える登録ボタンを押すと登録できますので、よろしくお願いします。その他、私、ヒカキンの、公式 LINE のアカウント、Twitter、オフィシャルブログ、この動画の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらもよろしければ、フォロー、友達登録などよろしくお願いします。バイ。